これより後半戦に入ります。第3クォータープレーナンバー3-1翔英キックオフ。キッカー16番、ベアーズリターン。ベアーズ陣38ヤード付近でボールデッド。プレーナンバー3-2ベアーズファーストダウン10、ボールオン自陣39ヤード。中央へのダイブプレー、ゲインは約2ヤード。プレーナンバー3-3ベアーズセカンドダウン7、ボールオン自陣42ヤード。パス不成功。クォーターバック8番ワイドレシーバー82倍のパスでしたが、わずかにコントロール狂い、パス不成功です。サーダウンになります。プレーナンバー3-4ベアーズサーダウン7、ボールオン自陣42ヤード。パス不成功。クォーターバック8番シャベルパスを投じましたが、このパスはキャッチミス、前パスですのでパス不成功となります。フォースダウン。プレーナンバー3-5ベアーズフォースダウン7、パントフォーメーション。ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。ディレイオブザゲーム、遅延行為をオフェンスが働きました。5ヤード抜体です。プレーナンバー3-6ベアーズフォースダウン12、パントフォーメーションを選択。ボールオン自陣37ヤード。パンター11番、このパントは翔英陣20ヤード付近でボールデッド。攻守交代です。
プレーナンバー37、翔英ファーストダウン10、ボールオン自陣21ヤード。パス不成功。クォーターバック10番プレッシャー浴びながらロングパス、しかしこのパスはカバーされパス不成功です。セカンドダウンに変わります。プレーナンバー38、翔英自陣21ヤードからセカンドダウン10。ランニングバック45番中央トップ測りましたが、相手タックル密集を振りほどき約4ヤードのゲイン。プレーナンバー3-9、翔英自陣25ヤードからサーダン6。ドロープレー、パスに見せかけたランプレー、キャリア45番、しかしこれはマークされており、ノーゲイン、フォースダウンに変わります。プレーナンバー3-10、翔英、フォースダウン7。パントフォーメーションを選択。ボールオン自陣24ヤード。ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。ディフェンスの反則です。オフサイド。ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。5ヤード抜体となりフォースダウンのやり直しです。ここでホイッスル。翔英、後半1回目のタイムアウトを取りました。
プレーナンバー3の11翔英、前半いや後半1回目のタイムアウトを取りました。プレーはフォースダウン2、プレーを選択します。ギャンブル2ヤード獲得しないと攻守交代です。ボールオンは自陣29ヤード。中央突破、ファーストダウン、ギャンブル成功。南庭区45番ブラストプレーにより中央突破しファーストダウン獲得です。プレーナンバー3の12翔英、自陣41ヤードからファーストダウン点。クォーターバック10番プレーアクションからキープを試みましたがこれは読まれ逆に1ヤードロス。プレーナンバー3の13翔英、自陣40ヤードからセカンドダウン11。ここでホイッスル。翔英後半2回目のタイムアウトを取りました。翔英後半2回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー3の13翔英、自陣40ヤードからセカンドダウン10。タッチダウン。
ランジワーク45番ハンドオフから左オープンカットワーク、相手タックル縫うように走り抜け、そのままエンドゾーンに駆け込みタッチャー、翔英6点獲得。プレーナンバー3の14、翔英トライ4ポイント。キック成功、1点追加。翔英ブレザーズ7点、クラブベアーズ14点。プレーナンバー3の15、翔英キックオフ。先ほど得点を挙げた翔英ブレザーズのキックオフで試合再開です。キッカー16番ベアーズリターン、ベアーズ陣20ヤード付近でボールデッド。プレーナンバー3の16、ベアーズファーストダウン10、ボールオン自陣26ヤード。ダニは90番、カウンターオプションのピッチを受け、右オープン展開。約8ヤードのゲイン。プレーナンバー3の17、ベアーズ自陣34ヤードからセカンドダウン2、ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクです。プレーナンバー3の17、ベアーズ自陣34ヤードからセカンドダウン2。
インターセプト。ターンオーバー。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。ディフェンスの反則です。プレーが終わった後の反則になります。レイドヒット。プレー終了後のヒットです。しかもターゲッティング、狙いすましたヒットということで悪質な反則と取られ、反則発生地点より大きくバッターしてのファーストダウンとなります。プレーナンバー3の18、翔英、相手陣16ヤードからファーストダウン10。ランニングバック45番、ハンドオフから右オフタックルを突き、約3ヤードのゲイン。プレーナンバー3の19、翔英、セカンドダウン7、ボールオン相手陣13ヤード。ショーへファーストダウン。ランニングバック45番、ハンドオフを受け中央突破を図り、そこから右にバーンアウト、大きく前進しファーストダウン。プレーナンバー3の20、ショーへファーストダウン2ゴール、残り4ヤード。中央へのランプレー、キャリア45番、ゲインは約2ヤード。
レーナンバー3の21翔英セカンドトゥゴール残り2ヤード。なにわく45番ハンドオフから右オフタクロを駆け上がりそのままエンドゾーン飛び込みタッチダウン。翔英6点獲得。プレーナンバー3の22翔英トライ4ポイント。キッカー16番キック成功1点追加。翔英ブレザーズ14点クラブベアーズ14点同点です。プレーナンバー3の23翔英ブレザーズキックオフ。キッカー16番ベアーズリターン。ベアーズ陣15ヤード20ヤード付近でボールデッド。プレーナンバー3の24ベアーズ自陣20ヤードからファーストダウンタイム。中央へのランプレーゲインは約2ヤードキャリア10番。プレーナンバー3の25ベアーズ自陣22ヤードからセカンドダウン8。クォーターバック8番自らキープし左オフタクロ駆け上がり約4ヤードのゲイン。プレーナンバー3の26ベアーズ相手陣26ヤードからサーダン4。パス成功。ファーストダウン。クォーターバック8番ワイドレシーバー82番にパスを通し82番キャッチアンドランドブロッカーのフォローがありファーストダウン獲得です。プレーナンバー3の27ベアーズ相手陣49ヤードからファーストダウン点。
ボールはファンブル。ファンブルをしたボールを抑えたのは翔英。したがって攻守交代です。ターンオーバープレーナンバー3の28、翔英、相手陣45ヤードからファーストダウン点。ランニングバック13番、トスを受け、左オープンへのスイーププレー。しかし、これはノーゲイン。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、クラブベアーズ14点、ショーエイブレザーズ14点、同点で第4クォーターに入ります。第4クォーターはこれまでの得点の奪い合いに加え、時間を奪い合う戦いが始まります。